はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今回は今週の抽選販売すべてルーチェペンになりますが、後半の方6番から15番までご紹介していきたいと思います。はい、書いてありますね。はい、節チャンネルはテロップ出ません。はい、編集一切しておりませんので、すいません、言葉で喋っております。なので音声をねオンで聞いていただければと思います。そして、はい、A さんですね。前半でも言ってるんですけども、1月19日のブログの方ね、抽選販売の方参加していただく上でもう必ず読んでいただきたいと思います。はい、商品の方にもね、ブログの方にも YouTube の説明の方にもこちらの方リンク貼っておきますので必ずお読みください。そして前半の方でも言ったんですけども、親御さんの名義のねクレジットカードで参加される方、必ず事前に許可を取ってから参加してください。クレーム的なことですね。もういきなり本当に電話かかってきて、キャンセルしろっていう電話かかってきて、本当に怒鳴られております。今後そういうのがないようにしていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、じゃあ商品一本一本いきましょうか。はい、前半にもあったんですけど、一つの番号で複数ある場合ランダムで送りますので、すいませんが、どちらかだったら嫌だなって思う方は参加しないようによろしくお願いします。ずっとやっていきますってイベントとかでもねあります。で、店舗さんでもね、卸をしていきます。必ず自分が欲しい目って見つかるのではないかなと思っておりますので、って考えてる方はすいません、後でキャンセルすればいいやっていうのはすいませんが、ご遠慮していただきたく思います。はい、13,200円ですね。ハワイアンコアですね。はい、こちらも12,000円なので前のお値段、まあ薄い感じのハワイアンコア、まあ、キラキラと。ハワイアンコアがやっぱりこの縮み目のこのキラキラ感って一番綺麗に面白く出るのかなと思っております。はい、ハワイ島ですね。この薄いのは、まあ最近はハワイ島のハワイアンコアしかほぼほぼ出てきてなくて、まあ、本当に昔のやつだとワフトのものとかいろいろ出てきたり、まあオールディンとかって言ってハワイアンコアの中でもすごく古いものとか、あとは色がすごく個体差があります。なのでね、もう自分の好み、色が薄いのが好みだっていう人はこちらよろしいのかなと思います。はい、まあ、こうやってちょっとおまけしたりしているんですけど、これはお店ではなかなかこういうことできませんが、イベント、お店の中のイベントでもね、個展でもこういうことをたまにしますので、よろしくお願いします。はい、6番でしたね。はい、7番、14,300円、1000円アップ。いつも通りの値段となります。ちょっと濃いやつ、はい、ハワイアンコアですね。はい。まあ、お値段ね、一緒の中でもやっぱりどうしても、ある程度の木の良し悪しっていうのがどうしても同じお値段の中でもあります。あんまり細かくつけるととんでもないことになっちゃうので、まあその辺は許容範囲として見てください。はい、8番、同じく 14,300円となりますね。はい、ちょっと細めとなります。さっきよりもちょっと細いです。はい、持つところがいい。削ってる時にどうしてもハワイアンコアとか柔らかくて、柔らかいやつの方がね意外に削りにくくて、やっぱり綺麗に削れてなくて、まあだんだんちょっと細くなってしまったっていう部類ですね。はい、8番、そして9番、11,000円。はい、スタビライズのタモでございますね。はい、緑、言うほど出てない。11,000円。やめよう。やめましょう。はい。
ちょっとお待て。どうでしょう。スタビね、すごいお金かかってるのでね、そんなに負けれないです。8800円でどうでしょう。8800円。タモはもう、これで最後かな。もうタモのスタビは出てこない。しばらく作らないと思います。はい。カエデトチがほとんどとなりますね。やっぱりカエデトチの方がね、色がちゃんと入って、綺麗な発色出ると思いますので。まあ、タモ、ちょっと珍しいっちゃ珍しいので、良ければ8800円よろしくお願いします。はい。そして10番ですね。10番も8800円。2本ですね。はい。花輪のコブモクですね。はい。1本目。ちょっと傷がいるな。1本目。2本目。そうですね。まあ、大きい傷ではないんですけど。そういう感じか。そうですね。1800円。おまけしましょう。はい、1800円やめましょう。カジュアル部門で、はい、5500円今回ね、そうさせていただきます。はい、あのベースの方には、あの価格の方にはちゃんと反映させておきます。じゃあ仮に本、まあ仮輪はもうほんちょいっぱい削ってきましたね。まあいろんな仮輪がいます。11番も2本。憲法なしですね。はい。あの、河野後、トヨタのセンチュリーロイヤルで作れたトモギですね。はい。これもちょっと前の値段、1万円。もう今は1万1000円の調整、1万2100円なんですけども、前の値段でお出しします。また春のイベントもね、あの、憲法なし。いいところ削ろうかなと思っております。もうほとんどだいぶなくなってきましたね。もう本当に4分の1ぐらいで最後、もうこの春のイベント出したら終わっちゃうかなっていうぐらいですね。はい、2本目。はい、まあこんな感じ。まあ剣舞なし、コブもあったりとかね、いろいろしてすごい面白い木でしたね。11番。はい、そして12番。1本ずつだ。12番、1万1000円。伊勢神宮のケヤキだ。伊勢神宮のケヤキ、茶色い札がついているということは真鍮パイプで重たいやつですね。はい、真鍮パイプで重たいやつ。32g。 重たいですね、やっぱ。そう、ケヤキの中でも伊勢神宮のこのケヤキはすごいぬかめで、すごい柔らかくって軽いってやつですけど、真鍮パイプにすることによってだいぶ重たくなっておりますね。はーい、1万1000ですね。はい、そして13番、同じく伊勢神宮なんですけども、白がちょっと多いのでちょっと9900円。はい、こんな感じ。まあ面白いですよね、やっぱ白田とね、ほんと赤座の間にね、全部こうやって青いのが入っちゃったんですよね。まあこれがこれで面白いとは思うんですけど、こっちは真鍮パイプじゃありません、アルミパイプです。はい、何グラム、25グラム。そうですね、やっぱり7グラムぐらいの差がありますね、真鍮パイプと。はい、結構7グラムってすごい差ですよ、持つと。まあ、重たくてもやっぱボールペンの場合はね、その重さでかけてしまう。まあ最近滑らかな弁、まあジェットストリーム、イージーフロー並びに芯が良くなりましたので、はい、
その重さで書くっていうのも万年筆みたいな感覚があっていいなと思います。はい、また伊勢神宮の欅真鍮パイプの方で重たいやつですね。はい、これは全然白が入っていないやつですね。綺麗なぬかめですね。はい、もう一回測っておきましょうか。 32g。 はい、そうですね、やっぱり 7g ぐらいですか。本当好みだと思います。はい、15番3つ8800円、仮の紅白ですね。はい、ちょっと木が白あったが落ちてるので8800円、普通の仮と同じ値段となります。2本目、ちょっと傷が痛い。まあ白のところがコブがちょっとあんまり乗ってなかったり、はい、3本目、どれもいい感じですね。悪くない。1枚1000円もいいんじゃないか。まあ、今は違うね。1万2100円でもいいんじゃないかっていうレベルのものですけど。はい。まあ、たまにこういうのもありということで、はい。またよろしくお願いします。まあ、今回前半後半分けてきましたが、28本ルーチェペンご用意しております。全部ボールペンです。よろしくお願いします。はい、はい、もう一回最後に、はい、必ず19日のブログの方お読みください。クレジットカードの人ね、必ず名義人の方、あの自分のではないあの親さんのやつ借りたりする場合、必ず許可を取ってご参加してください。で、節チャンネル音声で、音声オンでね、聞いてくださいね。あのテロップ出ません。はい、よろしくお願いします。で、また今週で、多分今週で一回、来週はお休み。ちょっと今月もう一回できるかな、どうかなっていうぐらいです。で、3月イベント入ってきますとね、あの、抽選販売の方、かなりおろそかになっていきます。また不定期でいつできるかわからなくなります。またご参加してください。よろしくお願いします。